店内の至る所に防犯カメラが設置されています。その数10台以上、全ての客の顔が撮影できるよう設置されているようにも見えました。スコットランド当局は現時点で犯罪行為は確認できていないが引き続き捜査していくとしています。一方、中国外務省は事実無根であり、いわゆる海外の警察署は全く存在しないと否定しています。中国の秘密警察署をめぐっては、ニューヨークで秘密警察署を運営した疑いで中国系とみられる男2人が逮捕されました。調査報告書を公開したスペインの人権団体によりますと、秘密警察署は日本も含む少なくとも53カ国102カ所に存在するということです。 NNN の取材に応じた団体責任者は、秘密警察署は G7 主要7カ国のすべてにあり、来月のサミットで対応策を話し合うべきだとしています。And as we were looking at the official statements coming from the People's Republic of China's authorities, that's when we also came across these, you know, clandestine illegal overseas police service stations. All the information we put out there is based exclusively on statements from the Chinese authorities themselves or reports in Chinese state and party media. 団体の責任者はこう述べ、議長国日本のリーダーシップに期待感を示しました。中国の国会にあたる全人代・全国人民代表大会は、来週月曜日から会議を開き、反スパイ法の改正案について審議することを明らかにしました。法改正をめぐり、全人代の担当者は、中国の反スパイ闘争の状況は極めて厳しいとした上で、中国国内のスパイ活動はより複雑、広範囲になっており、手口も見えにくくなっていると意義を強調しました。また、法改正で取り締まりを強化する分野として、インターネットを使ったスパイ行為などを挙げています。習近平政権の下で2014年に成立した反スパイ法は施行後、中国に滞在する邦人など外国人を拘束する際の根拠としてたびたび利用されてきました。法改正により適用範囲がさらに広がれば、中国で活動する外国企業などからの懸念の声が一層広がりそうです。声明によりますと、男性は中国共産党系メディア光明日報で論説部の副主任を務めた唐育玉氏で、去年2月、日本大使館の職員と北京市内のホテルで食事をとっていた際に拘束されました。そして先月、唐氏の家族のもとに唐氏がスパイ罪で起訴されたとの連絡があったということです。唐氏が拘束された際には日本大使館の職員も一時拘束され、数時間後に釈放されました。唐氏は日本の大学でも勤務したほか、海外メディアの記者とも親交があったということです。唐氏がスパイ罪に問われた具体的な理由は明らかにされていないほか、家族や弁護士の面会もほとんど認められていないということです。中国国営テレビによりますと、習主席は26日ゼレンスキー大統領と電話会談し、ウクライナ問題で意見交換しました。ロシアのウクライナ侵攻後、両首脳が会談するのは初めてです。会談で習主席は、中国は一貫して平和の側に立ち、和平交渉を促すとの立場を示した上で、中国政府の特別代表をウクライナなどに派遣し、事態解決に向けて協議すると表明しました。またゼレンスキー大統領は、空席だった中国大使を新たに任命したことを明らかにした上で、この電話会談と大使の任命は、両国関係の発展を強力に推進すると評価しています。改正反スパイ法は26日、中国の国会にあたる全人代・全国人民代表大会の常務委員会で可決されました。改正法では、スパイ行為の適用範囲について、
新たに国家の安全と利益に関わる文書やデータ、資料、物品を違法に盗み取る行為や政府機関などへのサイバー攻撃を対象に挙げています。ただ改正法にある国家の安全と利益に関わるデータなどが具体的に何を指すのか明示はなく、当局が恣意的に運用する可能性があります。反スパイ法をめぐっては2014年の施行後、この法律を根拠に日本人の拘束も相次ぎました。ただ容疑の具体的な内容が明らかにされないまま取り調べが進められるなど不透明な運用が続いています。改正法は7月1日に施行されますが、今回の法改正でさらに摘発が増える可能性があります。こちら中国北京にある建物、なんてことない見た目ですけれども、私たちが観光に行った時に写真を撮っただけでスパイと疑われるかもしれないというのも、小栗さん、はい、こちら実は軍の病院なんですね、はい、なのでタイミング悪く政府の高官などが入院していたりしますと、場合によってはスパイと疑われて拘束されるかもしれないんです。というのも2014年に施行された反スパイ法があるためなんですけれども、はい、昨日新たにこれまでよりも適用範囲を広げる改正法が成立しました。そもそもこの反スパイ法、これまでに日本人17人が少なくとも拘束されたんですが、先月にも製薬大手アステラス製薬の50代の男性幹部がこれ理由も分からず拘束されて、今もう解放されていないんです。拘束される理由も分からないとなりますと、現地に住む日本人は本当怖い思いしますけれども、ね、その今回適用範囲が拡大というのは具体的にどういうところが変わったんでしょうか。はい、改正法ではですね、新たにこちら国家の安全と利益に関わる文書やデータ、資料、物品を違法に盗み取る行為、これなどをスパイ行為の対象ということで挙げているんですが、はい、この文書やデータというのが具体的に何を指すのか分かっていないんですよね。今年7月に施行されるんですが、これまで以上に摘発が増える可能性があるんです。これ中国なんで今その取り締まり強化しようとしてるんですか。はい、習近平国家主席の危機感の表れだと中国に詳しい阿古智子教授は指摘しています。というのも今国内の経済もうまくいっていない上、習主席は独裁的な色合いというのを強めていて、政権に不都合な情報を削除して国内外に広がらないように圧力をかけ牽制しているということなんです。これでも私たち日本人が出張行きます、観光に行きますという時は、はい、じゃあ何に気をつければいいんですか。はい、阿古教授によりますと、WeChat など中国製のアプリやメールは中国当局にその内容というのが筒抜けになってしまう恐れもあるので注意した方がいいと。それから古い地図ですとか古書、これを古本屋で入手したとして日本人が拘束されたケースもあったということなんです。というのもこれらには今の基準だと出版禁止の内容というのが含まれている可能性もあるということで手を出さない方がいいということでした。それから冒頭にありました街中の写真撮影ですね、はい、あれも軍事施設とか撮影禁止とかいった表示があるところを撮ると、連行されかねないので、慎重な姿勢が必要だということでした。写真撮るのもちょっと気をつけなきゃということですが、広瀬さん、はい、いろいろ対策しても不安になりそうだなと思いましたね。ただビジネスとか観光でお互いの交流盛んなので、お互いのことを尊重できるようにしてほしいですし、これは国際社会としてもきちんと向き合わないといけない問題だなと思いましたね。はい、法律だとはいえ運用が不透明となりますと、中国に興味を持った企業や若い人、怖いなとか行きづらいなとか思ってしまう。それは決して中国にとってプラスにならない気がするんですけれども。